そうか、この曲だ。ユキさん、ほら、覚えてない？え？はい？私が寝込んでた時、ユキさんがここで歌ってたよね。ああ、そういえば。うん、確かにこの曲だよ。ねえ、マユ姉さん、これなんていう曲？ね、これは。もう少しです。頑張って。この人たちは自衛隊員？
ここってどの辺なんです？大きな声を出さないで。すみません。あと少しで都心を抜けます。練馬駐屯地の近くまで行けば車が用意されているはずですから、そこまで何とか行けます。あの車の陰に入って。なんてことだ。今です。壁に沿って進んで。ルートを変えます。さあ、立ってください。仲間がソ連のヘリ部隊を引きつけてますが、それほど持ちません。早く。ソ連？しっかりしてください。あなたを守るためにすでに何人犠牲になったと思っているんですか。俺を守る？なぜ？理由は聞かされていません。でも命を懸けて守れと自分は命じられています。それがこの国の未来につながるのだと。こっち。
ゴリバチョフ、レリツィン、君たちが口にするそれは一体誰なんだ。我々はもちろん、アメリカのあらゆる情報機関にもそんな人物のデータは存在しないんだ。あ、ペレストロイカだの、ベルリンの壁崩壊だの、それは本当にあったことなのか、答えてくれ。君や君の友達には本当に他の世界の歴史が見えているのか。私にはとても信じられない。頭のおかしい学者どものたわごとにしか。下山だ。ああ、今防衛局へ。何？どういうことだ、それは。くそ、これだからバカどもは。あいつらどこの国の政治家だ。行き先変更だ。カデナ基地へ向かえ、第二ゲートだ。下山だ、行き先を変更する。カデナ基地の第二ゲート前で落ち合う。あの、どういうことですか？状況が変わった。これから岡部君は米軍基地に行ってもらう。そのまま米軍機でアメリカ行き、なんていう楽しい旅行が待っているかもしれんな。A fun trip to the US. No!せめてファーストクラスを準備するよう要求しておくが、期待はしないでほしい。あいつらは我々の言うことなど飼い犬の吠え声としか思ってない。なんでアメリカに？ CIA か NSC か知らんが、君の即時引き渡しを求めているそうだ。だからなぜ？そんなことはあいつらに直接聞け。君をアメリカに渡したら、もう我々のところには正しい情報なんて一つも降りてこなくなるだろう。だからこれが最後の機会だ。教えてくれ。我々はこの先どうすればいいんだ。頼む。俺には分かりません。岡部君、本当に分からないんです。俺一人の力でこの戦争をどうにかできると思いますか？ゴリバチョフやレリツィンがロシアの大統領になるとか、東西冷戦を劇的に終結させるとか、そんな歴史を知っていたところでどうにもならない。降りたまえ。おかり！It's Army Mayuri. Mayuri! おかり！
Welcome! ようこそ皆さん。私、ハモンドです。歓迎します。では、ミスター岡部以外の皆さんはバスに乗ってください。怖がらなくていいです。皆さんには少し話を聞かせてもらいます。でも後ですぐに沖縄防衛局へ送ります。さあ、どうぞ。おかり。大丈夫だ。安心しろ。でも…ユキさん、参りを頼みます。はい。俺の両親に、よろしく言っておいてくれ。さて、それではミスター岡部、あなたはどうぞこちらの車へ。岡部君逃げろ。アメリカへ行ったらもう生きて戻れ。乗って。なんで米軍がアマデウスを。